それでは、えっと、一遺伝子一酵素説について説明します。一遺伝子一酵素説っていうのは、えっと、一つの遺伝子が、えっと、一つの酵素合成を支配するっていう説です。で、えっと、まあ、これね、今、今となっては、えっと、酵素って主成分がタンパク質で、で、遺伝子っていうのはタンパク質の設計図なわけだから、それ当然遺伝子が酵素を支配、酵素合成を支配するに決まってるんだけど、実はね、このね、実験って、 ハーシーとチェイスが DNA が遺伝子の本体だって証明した実験よりも、それよりも前の実験で、結構古い実験なんですね。だからこれ、えっと、この当時は、えっと、全くこれ当たり前ではなかったんですね。で、一応ビードルとテータムっていう人が、えっと、赤パンカビ、ね、あ,あの、死の菌類だと菌類、深核生物だけど、赤パンカビを用いて実験、用いた実験で、えっと、証明した説です。一電子一個説。えっと、なぜ赤パンカビかって、ちょっとこれ大学内容なんで、えっと、 ほぼ読まなくていいんだけど、えっとね。まあ、この、は、この1倍体ってところぐらいかな、注意しなきゃいけないのは。えっと、1倍体って突然変異体作りやすいんですよ。あの、赤パンカーって1倍体で、えっと、過ごす期間が長くて、2倍体の生物って、これ、ラージ A2 個持ってたら、1つ目のラージ A をスモール A に変えたとしても、もう1個ラージ A があるから、えっと、機能が保証されちゃうんですね。で、2個の、2個目のラージ A をスモール A に変えて、 初めて劣性ケースが得られる。だけど、一倍体の生物って、一個しかラージエの、えっと、遺伝子持ってないから、この一倍、このラージエをスモーレーに変えたらもう劣性ケースが見れるっていう、x 線とか当てて変異体得たいと思ったら、一倍体の生物ってこうとっても、えっと、使いやすいんですね。で、まあ、赤番壁は一倍体で生活する時期が長いと。であとは、まあ、大学生の範囲だから、まあ一応触れとくけど、 このね、一伝子一構成の問題って、変異がただ一箇所であるっていう前提で解いた方、解かなきゃ解けない問題あるんで、えっと、変異は一箇所だと思ってくださいで。これね、赤パンカビを使った理由の中に、この、えっと、変異がいろんなところにあるんじゃなくて、えっと、一箇所、一種類の変異があるっていう、一箇所の変異があるっていうものを、えっと、選びやすいっていう、選別しやすいっていうメリットがあったんで、赤パンカビ使ってるんですよ。 どうやってそれを選別するかってちょっと難しい話だから、えっ、ー、と、大学生になったら勉強してほしいんだけど、まあ、とにかく、えっ、ー、と、変異が、ただ一箇所、いろんなところに変異があるわけじゃなくて、ただ一箇所に変異があるっていうものを得やすいと。それ、それを使ってビードルとデータはちょっと実験してます。これが、えっ、ー、と、一遺伝子一高素節の概略ですね。えっ、ー、と、生育に必要なデーを構成する代謝経路が、えっ、ー、と、あるわけで。で、この物質デーっていうのが、えっ、ー、と、生き度に必要な物質。 で、外から、細胞の外から,外から取り入れた、まあ、お茶して言ったら飯だよね。外から取り入れた A っていう物質を取り入れて、で、物質 A っていうものを酵素アルファによって物質 B にえっと変える反応を触媒し、で、B は酵素ベータによって C に変わり、で、C が酵素ガンマこれガン γ はね、ガンマによって D に変わると。で、えっと、この酵素アルファ酵素ベータ酵素ガンマは、えっと、一つの遺伝子、それぞれ一つの遺伝子に構造されているっていう、そういう説ですね。まあ、こういう代謝経路が赤パンカビの中にもあるわけです。まあ この物質 A が、例えば、なんだ、カレーだとしたら、例えば俺たちカレー食べたいなと思っても、えっと、カレーがそのまま売られて、まあ、カレーはそのまま売られてるけど <laughs>、まあ、えっと、物質 A がカレーだとしたら、まあ、えっと、物質 A がお野菜とかルーですね。で、カレーが食べたいな、物質 A が欲しいなと思っても、えっと、物質 A、カレー、えっと、お野菜とかルーを買ってきて、それを少しずつ形を変えて、で、そしてカレーの形にして俺たちは、えっと、得るわけね。だから、えっと、赤パンカビさんも物質 D がないと生きていけないなと思っても、 えっと、えっと、物質 A を外から取り入れることで、物質 A の形、A の形を B に変え、C に変え、そして D に変えることで、ね、あの、直接倍値に D がなくても、倍値に A さえあれば、えっと、3つの酵素、酵素アルファとベータとガンマを使うことによって、物質 D を得ることができるわけですね。で、えっと、ビードルとテータムは、X 線とか紫外線を当てて、突然変異体を作ったんですよ。突然変異体を作ったんですつまり遺伝子を壊したんですね。DNA を科学的に攻撃して、 遺伝子部分を壊して、で、いろんな変異体を得たんですね。例えば、えっと、例えばね、例えば、酵素アルファを作る遺伝子が壊れてしまった変異体を得ました。で、そのさ、酵素アル、つまり、えっと、遺伝子アルファね、遺伝子アルファを壊して、酵素アルファができない変異体を得た。で、その、その変異体、変異体っていうのは、えっと、遺伝子が壊れた生き物って意味ね。その変異体、アルファが壊れた、アルファが壊れた変異体は、どんな、えっと、 栄養要求性を示すかって、つまり、えっと、どんなものを食べたら生きていけるか、もしくは生きていけないかっていうと、例えば、そのアルファが壊れちゃった、えっと、物質 A を B に変えられない変異体って、倍地に A があっても、本当はね、これ菌類だから目も口もねえんだけど、えっと、倍値に A があっても、でもこさ、A を体内に取り込んだところで、D はできないでしょ。だって、 A を B に変えられないんだから、B がなきゃ C ができないし、C がなきゃ D ができないんだから、だから、倍値に A を上げ、倍値に A を加えても、このアルファ変異体って生きていけないんだよね。死んじゃうんですよね。だから、アルファ変異体、えっ、ー、と、コースアルファを行動する遺伝子アルファが壊れてしまったアルファ変異体は、倍値にラージ A だけがあっても生きていけないと。ところが、よいしょよいしょ。ところが、 B を加えたらどうなるかと。B を加えたら、酵素 β によって、B は C になり、これす、あの、もう一回言うけど、アルファが壊れた変異体の話してるからね。あの、β とかガンマは無事ね。で、C は酵素ガンマによって、D になるんで、で、この、B がね、あの、生育に必要なんで、酵素 B があっても、 生きて、あごめん、えっと、物質 B を加えたら生きていけます。ね。物質 B が β で C になって、で C が γ マで D になって、で D が生育に必要なんで、ね、D があれば生育できるんで、えっと、生きていけます。で、α 変異体に C を加えた場合も同じですね。えっと、C が γ によって D に変わって生きていけると。で、D を加えた場合はどんなやつも、どんなやつだって生きていけるよね。だって D が欲しいんだから、カレーが欲しいんだから。D を加えたらもちろん生きていけると。だから、 アルファ変異体って、アルファ変異体って、何にもない倍値何にもない倍値ってとね、最小の栄養しかない倍値って最小倍値って言うんだけど、まあちょっと置いといて、何にもない倍値に、最小倍値に、A だけを加え、A を加えたら生きていけない。ね、あの、B に変えられないから。で、B に変えられないと C ができなくて、で、C ができないと D ができないから。欲しいのは D だからね。だけど、B とか C とか D を加えると、えっと、細胞の中に D が生じて、 この生き物は生きていけると。アルファ変異体は生きていけると。これが基本です。では、こちらが、いろんな変異体をまと、変異体が生育できるか。最小倍値に A を加えたとき、B を加えたとき、C を加えたとき、D を加えたときに生育できるかできないかを示した、えっと、表です。マイナスができない、生育できない、死んじゃう。で、プラスが生育できる。さっき、さっき見たアルファ変異体は、A を加えたら生育できなかったね。だけど B とか C を加えたら、 で、ベータに変異体が、えっ、ー、と、ベータ変異体、えっ、ー、と、酵素ベータが作れない生き物だと、マイナスとプラスはこうなります。ベータだけ見てみるか。酵素ベータができないと、酵素ベータができないと、いと B を C に変えらんないと。で、物質 A を加えたらどうなるかっいうと、当然生きていけない。なんでかっいうと、物質 A を加えたら、まあ、酵素ベータ、あの、ベータ変異体って、酵素アルファとガンマは持ってるんだけど、 と、物質 A を B に変えることができるけど、B は C にならないんで、結局 D を得られないんだよね。で、B を加えたときも生きていけない。ベータ変態体よね。なんでかってうと、B を C に変えられないんで、すると D を得られないんで生きていけない。で、C を加えたら生きていけると。酵素ガンマはあるんで、C をもらったら D に変えることができて、で、えっと、D が生育に必要なんで生きていけると。で、D をもらったら生きていける。まあこんな風にね。で、ガンマ変異もこの通りと。 ま、ガンマ変異体なんて、ガンマ変異体なんて、ここがダメなんで、もう最終的な出口が詰まってるようなもんで、A をもらおうが B をもらおうが C をもらおうが、ガンマ変異体は、えっ、ー、と、生きていけない。D を直でもらわない限り生きていけないですね。えっと、こんなイメージです。例えば、えっと、A がコーヒー豆、B が液体の大量のコーヒーの液体、で、C がコーヒーカップに入ったコーヒー、で、D がそこにミルクが入ったもので、えっと、最終的な完成形。こんなイメージ。で、えっと、 コースアルファがコーヒーをすりつぶす装置、ミル、で、ベータが、えー、とコーヒーカップ、ガンマーが最後に仕上げに入れるミルクって感じ。例えば、えっ、ー、と、ベータ変異体だけ見てみると、ベータ変異体はカップがないと。そうすると、コーヒー豆をもらったら、ベータ変異体ってミルは持ってる。えっ、ー、と、豆を、えっ、ー、と、引けるから、豆引いて、で、B を得ると。ドーンと。 でもそこで終わりなわけ。ベータ変異体は。あの、カップがないから告げないわけ。いや、俺はこの、このまま飲んじゃうよって人もいるかもしれないけど、えっと、そこで終わりなわけ。じゃあ、B をもらったらどう ?B をもらったらどうかっていうと、B をもらっても同じなわけ。状況変わんないじゃん。だって、注ぐカップがないんだから。だから、A をもらおうが、B をもらおうが、ベータ変異体、ベータがない変異体は生きていけないわけね。唯一、C をもらったら生きていける,いけるわけ。 だって、もう C をもらったんだったら、自分のカップなんか必要ねえから、コーヒーが入ったカップ、ハイドを取ってもらったら、ありがとうって、そこに自分の持ってるミルクを入れて、D の完成だから、まあ、こんなイメージでね、あの、少しずつこう、何えっと、物質を処理していくっていう、ね、あの、そういう、えっと、そういうイメージで捉えると分かりやすいですガンマン変異体は最後のミルクがないんで、A もらおうが B もらおうが C もらおうが生きていけないと。最終的な完成形、D をもらう、D をもらわないと生きていけない。これ D が、 全部プラスなのは当たり、全部プラスなのは当たり前ね。D が必要なんだからね。で、一応練習問題も用意しました。えっと、変異体1、2、3があって、えっと、最小倍値に A から D を加えたとき、こんな感じになりましたと。ね。で、えっと、どこに変異が、どの構スを作る遺伝子に変異がありますかっていう問題ね。ね。変異体1、1は A を加えたら生育できない。だけど、B から D を加えたら生育できる。これはね、初めに見たように、 酵素アルファを作るね、遺伝子アルファが、えっと、破壊されているんですね。A を加えたら、えっと、B を作れなくて、B を作れなかったら C を作れない。C を作れなかったら D を作れなくて、生育できないけど、ね、B から D どれかをもらえば、ね、あの、酵素ベータと酵素ガンマはあるから、生きていけるっていう、この変異体、変異体1はアルファに変異があると。で、同様に考えれば、変異体2、変異体3は、変異体2はベータに変異。変異体3はガンマに変異。ってあることがわかります。ま、答えはね、あの、さっきの1個前のスライドを見ればわかることですね。 あの、一個前のスライドの表と全く同じです。答えをね。で、一応あの、ま、退屈しちゃうこのために、えっと、一つ加えておくと、例えば、えっと、変異体2ってこれあの、β に変異がある。ね、ここが、β に変異がある、えっと、生き物だけど、実際この変、変異体 β に物質 A を与えるとね、 物質 B がね、細胞内にね、大量に蓄積するってことも、難関代受ける人は知っておいた方がいいです。これってあの、クエン酸カエルとか研究した時の研究手法で、この途中で、この、えっと、例えばさ、通行止めがある後ろに渋滞するって当たり前じゃん。それと同じことが起きるわけ、代謝経路って。酵素 β がダウンして、物質 B が C に変えられなくなると、B の渋滞が起こるわけ。 ただね、ぶ、あの、細胞内に物質 B が蓄積します。だから、えっと、あ、B と C の代謝経路の順番でこうなるんだっていうような研究にも進んでいくわけね。まあ、実際 B が、えっと、いろんな物質に変わっちゃう場合もあるけど、まあ、あの、ストップ、スト、代謝経路のスト,ストップした場所の直前の物質が蓄積するって考えておくと、難関で受ける人は、あの、役に立ちます。で、こっから先はね、えっと、大学内容なんで、動画消してしまっても大丈夫です。あの、まあ、趣味の範囲でね、えっと、 これ実際、ビードルとテザムが、えっと、研究した代謝経路はアルリニン合成経路です。で、それぞれね、あの、実はあの複数、複数種類の遺伝子が関わってます。で、えっと、まあ、さっき、俺たちが見ていた A, B, C, D って感じね。これも大学内容なんですけど、これ実はね、ビードルとテザムが、まあ、1940何年ぐらいだけど、それね、えっと、だいぶ少し前に、実はね、ギャロットって人がね、これ覚えなくていいよ。ギャロットって人が、えっと、アルカプトン尿症っていう、 とね、おしっこの中にアルカプトンが大量に含まれるっていう、えっと、病気を研究してるときに、それが遺伝子による遺伝子の、えっと、遺伝病であること、つまり遺伝子が壊れ,て壊れてしまったことが原因で、えっと、このアルカプトンが水とか CO2 にならずにおしっこの中に出てきちゃうっていう、そういう病気をね、えっと、研究して発表してるんですよ。ギャロットっていう人が。あの、ビードとテダムより前に。一応これがね、そもそもの遺伝子と酵素を結びつける えっと、研究だったんですね。あの、繰り返して、えっと、繰り返すけど、ハーチとチェイスが DNA が遺伝子の本体だってことが分かった。つまり遺伝子の本体が分かった、分かるより、はるかにだいぶ前のことね。だからね、えっと、ビードルとテータムってノーベル賞もらったけど、この1遺伝子1構成の研究でノーベル賞もらったけど、えっと、受賞講演で、いやいや、私たちの研究は、あの、ギャロットが発見したことを、ただ赤パンカビで、まあ、えっと、少し何、何 範囲を広げて、えっと、再発見しただけですっていうふうにね、結構ね、謙虚にね、発表してるんですね。かっこいいっすよね。ビード、ビード取ってたのね。まあ、実際は、えっと、一伝子、一電子一構説の元の研究はもっと前から、あったと。遺伝子と交図の対応関係っていうのが、えっと、少しずつ、えっと、叫ばれていたと。では、えっとね、あの、講義をひっくり返すようだけど、えっと、一伝子一交説はどんな時も正しいかっていうね、えっと、 実はどんな時も正しいわけではないですよね。一遺伝子思考説って。例えば、えっと、酵素を構造しないもちろん遺伝子もあると。酵素以外のタンパク質っていっぱいあるよね。もちろんね、コラーゲンとかね。えっと。プラス、一個のタンパク質が複数種類の遺伝子で支配されている場合もあると。タンパク質って物によってはいくつかのパーツ、そのパーツ一つの一つのことをサブユニットって言うけど、いくつかのパーツにが合体して働くタンパク質もあると。で、それが別な遺伝子に それぞれのサブイントが別な遺伝子にコードされている場合もあると。ただ、一個の遺伝子から一個のタンパク質ができるとも言えないと。じゃあ、一個の遺伝子から一個のポリペプチドができると。それだったら正しいか。実はそうではない。一つの遺伝子が選択的スプラッシングによって、つまり、えっと、エキソンのつながり方を変えることによって、複数のポリペプチドを合成することができると。コードすることができる。だから、今、いろんな例外があると、ね。まあこれ まあ、これは大学内容っていうか、ちょっと難関大だったら問われうるんで、まあ、チェック、あの、よりね、高いレベルを目指す人は、ちょっとチェックしておいてください。では、えっと、一遺伝子一考察でした。ご清聴ありがとうございました。